何言ってんの。怒りと脱力感でいっぱい。自民党の方に向かって、ちょっといいですかって、裏金自民がそもそも予算案を提出する資格ないですよね、なんで強行採決してるんですかっていうことを言って、一件も何なんだと、なんで今日本会議で採決に応じたんだと、昨日は一体何だったんですかっていうようなことを壇上で言って、だからもう意味がわからないです、国民の皆さんに申し訳ないっていう、国会の外にいる国民や被災地の被災者の皆さんにただただ申し訳ない、恥を知れって言って反対の札票を入れて戻ってきたっていうようなことなんですけども、一瞬だけだったんですけど、それでも最大思いを込めて、国民は増税、自民は脱税、犯罪者集団の政権が作った予算では国民は幸せになりません、反対です。今起きていることっていうのは、自民党議員たちが組織ぐるみで犯罪行為を行ってた疑惑、国民全員ほとんどの方々がおかしいと思っている局面を、やっぱり最大限力を貸してもらいながら、この腐った国会を変えていく、揺らしていくってことをやれる場面なのに、脱税疑惑の議員たちが弁明したらもうそれで終わりみたいなことしかできていない。最低でも参考人招致とか証人喚問とか、それをやるべきが国会の役割。証人喚問っていうのは政治人と違って、嘘を言ったら偽証罪に問われるんですよ。で、出席は義務なんですよ。公開が原則なんですよ。それをやらせずに政治人っていうところで幕引きさせてしまうような流れは絶対に作っちゃいけない。今日、3月2日ですけれども、今日の夜中の12時を超えれば自然成立を阻止できると。当然今裏金自民が増税の予算案を出しているという局面において、対決を止めるのはもう当たり前ですから、悪法を可決まで持ち込ませたらあかんっていう、そういう使命感が野党にいると思うんですね。それ何の使命感といったら、国会の外にいる国民のためじゃないですか。国民とってみたら国会の手続きの話関係ないじゃないですか。有権者の思いを国会の中でどこまで伝えてくれたんですかっていうことが役割なわけで、本日3月7日衆議院議員運営委員会理事会にて、櫛渕万里は大石晃子議員とともに厳重注意の処分を受けました。先の2日における2024年度予算案採決で本会議場にて発言し、議場の秩序を乱したと判断されたためです。私はこれに断固抗議し、国会は茶番を通り越し、立法府は機能不全に陥り、戦後の民主主義にとって最大の危機であると訴えるものです。国民の怒りは頂点に達しています。国民の代表として議場に臨む国会議員がその怒りを代弁する発言は何者にも禁止されるものではありません。与党も野党も理事会に入っている全て の, 会派の総意として、私たち2人が厳重注意だということです。発言が許されれば、私はこのように言いたかったんですけれども、裏金議員の懲罰はいつかと。与党である自民党が犯罪を行っていたという極めて重大な事態なんですけれども、逃げ回っているんですよね。この与党が国会を運営しているんです。異常事態なんです。この国会の中の危機を伝えなければいけませんし、国民はもう怒りが頂点に達しているんです。国会の外の国民の怒りを誰かが国会の中で体現しないといけませんし、じゃあ自分に何ができるのか、そう考えたときにやむにやまれず行ったのが壇上での不規則発言です。今本当にこの危機的な状況を克服する、その責任を令和新選組は果たしていきたいと思っています。私は去年懲罰を受け、党員停止10日間という、処分でした。そのことは大変重く受け止めていることに変わりはありません。しかし皆さんもご存知の通り、今の国会、今この事態です。
本当に許しておけない、その思いがありました。ぜひこのことは多くの皆さんに、私は国民の負託を受けた立場として、国民の代表として今この事態を放置していくことはできないという思いを最後に重ねてお伝えをしています。